こんにちは。僕の名前は、コメオです。コメコです。今日は、僕たちが美味しいご飯の炊き方を紹介します。せっかくなので、音楽もかけましょう。ミュージックスタート。まず、炊きたい量の米を用意します。今日は1合炊きます。それでは、ベイスターズ来てください。はい。それでは、炊かれていきたいと思います。こんにちは。炊飯器に入ります。ここで、ワンポイントアドバイス。米を炊くとき炭酸水を使うと、ふっくらなるそうですよ。待っている間、米同士米について語り合いますか？そうですね。私思うのですが、すごいと思いませんか？何がですか？だって日本には、米の量が多すぎて、いつも選ぶの迷ってしまうのですよ。例えば、秋田県産の秋田小町や、栃木県産のとちおとめ、それは、いちごですね。あとは、和歌山県産の和歌山みかんなどなど。それはみかんって自分で言ってるじゃないですか。ところで、コメオさんは、日本のお米で、どこの米が好きですか？私は、インド産のインディカ米ですかね。それは海外。私がすごいと思うのは、米を、少し工夫するといろんな味の米ができるということです。それは確かに私も思います。私は特に炊き込みご飯が好きかな。しかも今の時代、炊くときにコクうま炊きというのもありますよね。ああ、確かによくよく考えると米ってすごいですよね。なんだかんだしているうちにご飯が炊けたようですね。それじゃあ、実食してみましょう。それじゃあ、いった、抱きまーす。これは、おいしい。これは、大成功ですね。やった。バンザーイ。バンザーイ。あ。